それ使ったら地方のになれる。あ、なれますなれます。これ使ったら実質地方の。めっちゃ暑かったけどちゅうちゃん溶けなかった。え、本当にね、何回も今日溶けそうになりましたけど、あのストーリーにさ載せたんやけどさ、かき氷じゃないわ、ガリガリ君の梅味がもう美味しすぎてあれでしのぎました。私あのガリガリ君2個ストーリー載せてたじゃないですか。あとこの干し梅とあとレモンのキレートレモンのあのペットボトルの炭酸買ったんですよ。もうめちゃくちゃ酸っぱいの好きな人やんって思われたと思う、店員さんに。この人めっちゃ酸っぱいの求めてるやんって思われたと思う。今ね一個ストックあって、ガリガリ君、そう梅味めっちゃ美味しかった。てかなんか梅味のアイスってなかなかないですよね。食す配信、いやあれ結構数十分前に食べたばかりなので、もう一個はお風呂上がりに食べようと思っています。あ、てか今日七夕めでたい、よかった、晴れて七夕、晴れすぎ晴れすぎってて、ねえ、おめでとうございます。織姫と彦星様、おめでとうございます。正式にね、会えてよかったですな。織彦織彦呼び略して織彦。え、今日さみんなお話し会だったんやろ、メンバーみんなオンライン。ねえみんなかわいそうです、私のファンの人私のファンの人私と話せなくてかわいそうです私も悲しいですいや本当に全然あのリアルのリリーベとかはちょこちょこあるっちゃあったけど、オンラインがずっとなかったので、なんかコロナ禍に入ってオンラインお話し会始まって、すごい海外に住んでる方とか遠くに住んでる方ともいっぱい話せるようになったけ、リアルも大好きじゃけどオンラインもめっちゃ大好き、大切にしたいけ、早くやりたいですな。22時22分に来ましたそう、あの今日は久しぶりにタイムテーブルを入れてあの配信しようって思って、キリがいい感じで22時22分にゃん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 に設定したんですけど、そう始めてしまいました、早くにほんまに何のためのタイムテーブルって感じですよね。
ね、せっかくタイムテーブル入れたのに。でもまあ遅くなる分にはダメですけど、早くなる分には良いのではと思いまして。今日は配信でやりたいことがありまして、全然大したことじゃないんですけど、このホテルから出ていくんですよ。寝る寝る寝る寝じゃない、もう当分いらないかも。この前ね、5人前平らげたから、そう、このホテルから追い出されるんですね明日。すごい、言い方一つで全然変わる。何をしたいや。間違いない。そう、追い出されてしまうんですよ。なので、なんだっけ、あ、そう、パッキング、パッキングをしたいなと。追い出されるというか、普通に終わるんですね、このホテルが。で、違う場所に移動するので、パッキングでも何日か前まで広島おったけ、ここ戻ってきて、一回全部荷物ちゃんとやったんですよ。じゃっけ、全然そこまで大変な感じではないんですけど、でもここに結構2週間半ぐらいおって、愛着湧いたというか、そう、そんな感じだったので、うん、でも別に悲しくはないな。悲しくはないですね。愛着湧いてなかったかも。あ、そうよね、お湯の出はすごい良かった。そう、でも移動がほんまに大変です。めっちゃもう本当に大荷物なんですよ。もうすんごい大荷物で、多分2週間ぐらい暮らして、この服いらんなとか、そういうのは広島帰った時に持って帰ったんですけど、それでもなんだかんだこんなに持ってこんでよかったなってぐらい、もう結局広島から新しい服も持ってきちゃったから。海外旅行みたいなキャリーケース、いや、もうすんごい大きいキャリーケースみたいなのを持っとらんくて、これは何泊分なんやろ。あ、でも普通に大きい、白いやつ、わかりますか、私の白いキャリーケース、クリーム色みたいな、これ何泊分の大きさなんやろ、5、6泊分かな。それのキャリーケースと、あと大きいバッグみたいなので来ました。そう、大荷物、キャリーケース何回乗せたことある、なんかインスタに駅でキャリーケース持っとる写真を載せたこと何回かあります。そう、うん、ナルドさん、クマタワーありがとうございます。ナルドさん、クマ
くまた、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。そうだよね、なんかめっちゃどでかい海外行く用とかではないけど、その次に大きいぐらいの大きさかも。あったかも。キャリーケース重くて名古屋駅ではぐれたことなかったっけ。あったかも。なんか忘れたけど、名古屋駅で、あの名古屋ツアーの時に新幹線で名古屋着いて、みんなで並んで行きよるはずなのに、気がついたら前の人がおらんくなっとって、はぐれたことありますね。懐かしい。もうこのキャリーケースとはめっちゃいろんな、あ、牛だ。めっちゃいろんな思い出があります。基本どこに行くにも一緒だったので、そう、なんか相棒みたいな言い方、ただのキャリーケースなんですけど、そう、このキャリーケースはね、思い出あります、いっぱい。これめっちゃいいんですよ。なんかタイヤ、タイヤ、タイヤか、丸いやつ、タイヤか、タイヤが動かんようにカチッてできるやつがあって、そう、じゃけ電車とか乗っとってもこうキャリーケースを動かんようにもっと噛んでいいんですよ。あ、ゴロゴロや、そう、ゴロゴロ。正式名称ゴロゴロですよね。なんかタイヤって全然あのしっかりいかなかった。ゴロゴロ。愛着湧くし、これね、このキャリーケースね、すごい指さしてやれるけど見えんよね。中の柄がめっちゃ可愛いんですよ。パステルカラーのなんか六角形の柄みたいな。可愛さ伝わる？なんか可愛い柄なんですよ。で、私がこの遠征に来て本当にバカだなバカだなって思ったのは、このね、このバッグをいつもお仕事の時に使っとんですけど、なんか大きい、もうメイクポーチとかも入るし、台本とかもスッて入るけん、これを毎日使っとって、でこのバッグをと合わせて、あと合わせて4つバッグ持ってきてるんですよ。なんでなんでなんでバッグ4個も持ってきてるの。あとは小さいバッグ、あのお出かけ、お出かけ用のバッグみたいなのを3つ持ってきてて、最初は2つ持ってきてたんですけど、この前広島に行った時にこのバッグを持ってきて、なんかなんで、しかも別に大きさも大して変わらんし、なんかどのバッグもそんな印象が変わるほど全然違うようなバッグじゃないのに、なぜかいっぱい持ってきてる。逆に帽子は1個しか持ってきてなかったんですよ、キャップ。でも1個じゃ嫌だと思って、この前広島帰った時にプラスで2個持ってきました。じゃけんさ、ほんまに持って帰れるか不安。どんどん荷物が増えていってるんですよ。帽子も増えたし、バッグも一個増えたし。あ、まあでも、この前服いろいろ持って帰ったっけ。
え、でも持ってきたっけ。ねえ、持って帰れるのでしょうか。私は一体全体。でも多分なんとか。いいじゃん。冷蔵庫の中にはもうガリガリ君しか入ってない。冷蔵庫の中にはガリガリ君と炭酸とあのいちごあるよ。ファミマに売っとるかわいい飲み物。いちごミルク、いちごミルクが入ってますね。え、みんなさ、ファミマのさパッタイ食べたことありますか。今アジアコラボじゃないの、アジア何アジアみたいなやつで、なんか期間限定でパッタイが出たんやけど、もうめっちゃ美味しいの。もう信じられんぐらいほんまに美味しいんですよ。今日お昼にね食べました。そう、パッタイっていうタイ料理かな。でなんか麺類なんやけど、エビとかなんかいっぱい入っとって、でレモンもね入っとんですよ。でうまーって感じ、めっちゃ美味しい、本当に美味しいの。もう感動した。私はご飯系はセブンしか勝たんっていう考えなんですけど、でもこのパッタイはもう本当に美味しかった。あ、焼きそばみたいな、そうタイの焼きそば、あったかいよ、あったかいやつ、めちゃくちゃ美味しかった。もう3回ぐらい食べました。おすすめ。え、あの今日のファンクラブのラジオ見ました？聞いてくれました？ラジオと動画載せたんやけど、今日舞台で一緒の吉川優さんと初めて帰る、なんか毎回稽古終わっても割とそれぞれ帰る時間が違うから、違うし結構人見知りし、全然まだ人見知りしてるので一人で帰ってたんですよ。でも今日吉川優さんと初めて一緒に駅まで一緒に帰って、で途中でマックがあって、マック食べたいねってなってマック一緒に行ったんですよ。でえ、もうラジオで言ったことは言わないけど、もうすんごい面白お姉さんすぎて、なんか本当に面白くて、何この人、こんな日常生活、なんかさステージの MC とかラジオとかじゃなくって普通に日常生活でこんなに面白い人いるんだと思って、急に私のカバンの中身チェックをし始めたり、あの本当に面白すぎて私ずっとお腹抱えてお腹痛くなるぐらい笑ってました。めっちゃ面白かった。すごい面白姉さんすぎました。そう、シオン役のキッカさん、本当になんかお笑い芸人さんみたいな感じで、もうすんごい面白くて、そう
面白かった。で、私なんでカバンの中身チェックが始まったかっていうと、何型かっていう話になって、え、なんかマック行って急に STU の公式ホームページを調べ始めて、で私のホームページのあのプロフィールのところを見ながら、何ラギョ言葉ってみたいなとか、で私が大型って書いてあったから、あ、大型なんだみたいな話になって、でキッカさんも絶対大型ですよねって言ったんですよ、私が。そしたらそう、カバンをキッカさん本人のカバンをガッて見せてA 型ですけどみたいな、なんか結構バチバチしてたんですよ、その稽古のね、いろいろ入ってるから大型に見えたかもしれませんけど A 型ですけどみたいなで言われて、でもでその流れから私のバッグも見ることになって、で私のバッグがまずねこれ台本なんですけどこれ大型ですねみたいな言われたのが、私これをクリアファイルに入れてないんですよクリアファイルに入れとらんくて、じゃけこのなんかちょっとこの辺とかちょっとボロボロっとなっちゃっててこれは大型ですねみたいな分析をされながらでも言い訳、ずっと言い訳してたんですけどこれはそう、クリアファイルをね持ってくるの忘れちゃったんですよ、広島からだけまあいいかと思って、あとこのバッグの中のこのポーチ、これの中にいろいろ小物を入れたんやけど、ね、その中に私がレシートをね1個このまま入れてたんですよ。でそしたらキッカさんが、ちょっといいですかって言ってこれ大型ですねって言われて、これも言い訳があるんですけど、あ、大型です聞いてください、これ1本無料券がついてんですよこのレシートに、じゃけそう、これだけ入れてるんです。そう、これ午後の紅茶がねついてくるんです。そうとか、財布の中身まで隅々見られて面白かった。あとこのね、このコンシーラーとかのこう開いて綺麗に使ってるかどうかも隅々までチェックされましたでもコンシーラーの使い方は、あ、丁寧に使ってますねって、面白かった。本当になんか MC コーナーみたいなめちゃくちゃ面白かったです。こんな面白い人、なんかこんな素というか、なんかプライベートな空間で面白い人いるんだって思うくらい面白かった。私面白い人大好きだから、そう、面白かった。ね、嬉しいです、一緒に受けて。キッカーさん、さんまさんのラジオに呼ばれるくらい、そうなんですか、それはすごい。待って、一個も進んどらんねパッキングが一個も進んどらん。
でも正直あの化粧水とかなんかそういうまだ使うものが出とるけ、あの服はうわーめんどくさいのめんどくさいな。でも今日は結構ね長めに配信しようと思ってるので配信中にちょこちょこやって終わらせようと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。応援しててください。終わらないに千ペリカ一万ペリカ、すごいなんか掛け事が始まってるけどわかんない。一万ペリカって何な、何何円ですか。ペリカは何円ですか。一万円ですか。服は畳んで置いてあるの。服は畳んで置いてあります。あとでもそこまで出してないんですよ。でもシワになりそうな服はハンガーにかけてる。カイジの中の通貨、へえ。ペリカ終わらない3000点。次は点数つけられた。3000点が多いのか少ないのかもよくわからん点の基準わからんな。でも本当にそこまですることないんですよ。全然帰ってきてそんな時間経ってないけ散らばらせてない。終わるか終わらないかじゃない、終わらせるんだすごい、なんかみんな大ごとにしようとしてますね私のパッキングを一本の映画にしようとしてますねみんな終わらないに肉玉そばダブル一番一番平和な掛け事。本気なら10分ぐらい、いやもう全然そんなにかからん。ほんまに本気なら配信内でできることは3分で終わりますあとはそのお風呂上がりとかに片付けとか、なんかさストレートアイロンとかも明日の朝使う系。じゃけほんまにてかもう1000でいいぐらいじゃあ配信中に1000でいいやんってぐらいの、そうなんかよく見たらそんな感じ、そんぐらいでしたはにゃこれははにゃですね。明日東京37度、ほんまに信じられんくらいめっちゃ暑くないですか最近。もうやばいですよね、もう本当にやばい、やばすぎる、信じられない、許せないなんだこれは、どうなってるんだ。夏ってこんなに暑くなかったですよね。私が小学生の頃とかもっと夏全然こんな暑くなかったよ。こんな暑かったっけえね、えこんな暑くなかったですよね。毎年言ってる気がする。いやでも毎年言ってるけど毎年言っとるけど、でもそれにしても今年は、今年だけはもう例外ね。そうよねめっちゃ熱量
めっちゃ熱量高くなっちゃった。今日静岡40度超え。これ富士山とか登ってる人やばいですね。富士山の上は寒いんかな。そんなことない。富士山の上は太陽に近いけやばいぐらい暑いですか。涼しい。意味わかんなくないですか。山の上が涼しいの意味わかんない。だって地上より、地上ここより全然太陽に近いのに。山頂まで行ったら確実に汗だくになりますね。あ、そうなんや。富士山登ってみたい。何点かいね。6号目とか言えますよね。なんか何回ね、何号、何号、号だっけ、あ、5号目みたいな言いますよね。なんか頂上は何号ですか。下が1ですか。1から始まる。あ、5号目からスタートが一般的。で5678ってなっていくってこと。合ってる。じゃあ私は7号目ぐらいまで登りたいです。頂上が10号目。じゃあ私は6か7まで行ってみたい。今まで一番高く登った山ってどこ？あ、もう学生、小学校の時にどこか忘れたけど、山の名前、どっかとどっかのちょうど県境の山を登りました。なんか遠足かなんかで、林間学校かな。すごい、大山じゃないっていっぱい来とる。大山かな、分からんけど、どっかとどっかのちょうど県境にある山を登った記憶あります。あ、大山あ、大山じゃなくて大山すごい、全部読み方間違っとった大山すごい、なんかそんな有名、みんなそんな有名。鳥取、これ、大山鳥取、大山鳥取、本当に大山鳥取ですか。じゃあ、石田地方、鳥取行ったことありました。鳥取行ったことあるやん嬉しい。鳥取行ったことないと思ってました、人生で。イエーイ嬉しい。でもほんまに大山かな。ほんまに大山かな。大山ってあの県境にありますか。いやでも大山は子供は無理。嘘。いや、なんかめっちゃ高い山じゃなかった気がする。じゃし、そんな鳥取まで行ってない気がする。あれ、雲行きが怪しくなってきた。島根と広島の県境の山とかあります？島根とかだと気もしてきた。宮島の
2線は登ってますよね。あ、登りました。それはロケで、瀬戸チャレの一発目のロケで登りました。私一番最初のロケ行ってるんですよ実は。懐かしい。頂上が草原やなかった？え、草原だったと思う。なんか草原だった記憶あります。でも私意外といろんな山登ってるんですよ。だけど他の山となんかごっちゃになっとるかも。山が県境になることが多い。確かにそうですよね。昼前じゃない？いや、昼前じゃなかった気がするな。いや、分からん。もう一個も覚えとらん。聞いといてあれやけど、すごい山っていっぱいあるんですね。昼前はやめるんかい。そうですよ、昼前はバスツアーでね、女子バスツアーみたいなので行ったっけ。それで覚えました。そう、どこか分からんけどどっかの山は登れました。山登りはあんまり好きじゃない。あの山登り、うん、西尾さん築城ありがとうございます。お城、ありがとう。西尾さんありがとうございます。へ、ありがとう。温泉帰り投げてみました。いいな温泉帰り。いいね温泉帰りの城。日本ですね。お土産みたいに。確かに。温泉土産。ありがとうございます。なんか山登りはしたくないけど、あのこういうロープウェイ、ロープウェイで登ってサクッと登って、あの景色は見たいですね。そうでサクッと降りる。なんか登山家に怒られそう。箱根だな。え、ああ温泉。え、そういうさ有名な箱根とか行ってみたい。行ったことない。え、箱根ってどんぐらいで行けますか？東京から電車で。え、箱根って東京の近くですよね。あ、1時間ぐらい？あ、2時間ぐらい。あ、でもそんぐらい？ 1 時間半。あ、間取って。え、ロマンスカーっていうのがあるの？ロマンスカーで90分。ロマンスカーって車？電車？新宿から2時間弱。駅伝で5時間ぐらい。行きたい。友達誘って行きたいな。あ、ロマンスカーっていう電車、特急電車、小田急線。へえ。へえ。そうなんだ。自分の運転で行って、無理無理無理。広島でも
まだ親としか乗ったことないのに東京で知らない土地で家族以外を乗せて、あれですね、なんか自ら命を投げ出すような行為ですよね。北海道の広い道路とかなら余裕。あとさ、なんか沖縄はすごい運転がゆったりみたいな聞いたことあります。安心して運転できるみたいな。沖縄行きたい、沖縄行きたい。なんかさ、ツアーとかで行っとるけど、あんまり観光とかはできとらんし、そう、本州じゃないね、本島しか行ったことないっけ。沖縄行きたい、沖縄行きたい沖縄行きたい。写真集で沖縄行きましょうよ。写真集では行きたくないわがまま娘写真集ではね、もう沖縄では写真集撮ったので違うとこ行きたい。でも沖縄行きたい。釣りけんさん、織姫タワーありがとうございます。姫、釣りけんさんありがとう。嬉しい、当日に織姫に会えてご本人にお会いできて。釣りけんさんありがとうございます。織姫、うん、素敵。ちょうちゃん、笑顔たくさんで素敵な一年を過ごせますように。あと沖縄も行けますように。ありがとう。すごい、年に一回のお祝いできる、お祝いじゃない、お祈りできる日に私のね、えありがとうございます、いっぱいお祈りしていただいて。そっか、七夕ってお祈りする日ですよね。ね、短冊に書いて。そう、私は大人になってしまったのですっかり忘れていましたなんか書こうかな、あのホテルのさ紙。ちょうどいい、これさ半分にしたらちょうど短冊これに願い事を書こうと思います。え、何か書いていいと思いますか何個まで許されると思いますか。22歳なので 2+2 で4個書こうと思います。4個書きます。それでは書いていきます。え、考えよう。1個はパッと思い浮かびました。1個思い浮かんだ。いっぱいあるけど、どうしよう。あ飛行星が来た飛行星、西尾さん、飛行星タワー
ありがとうございます。嬉しい、彦星にも当日にお会いできて光栄です。彦星だわ、ありがとう。いいね、彦星と織姫がちょうど隣り合ってますよ。あと、え、いいじゃん、なんか お城もさ、なんか二人の家っぽいし、あの熊のさタワーもさ、その近くにある東京タワーみたいな感じでいいとこに住んでる。よかったよかった。ありがとうございます。彦星がいないと、そう、感謝。ナイスリッチ、ほんまよ、いいリッチの元で彦星と織姫様が、ん、うん、彦星様と織姫様が出会えて何よりです。流れ星見たこと、え、流れ星見たことあるっけ私。え、なんか見たことある気がするんやけど、え、だってね、いっぱい生きてるからね。でもなんか、うん、あるかな。うわ、クラゲも来た。嬉しい、千穂ちゃんと仲良しになれますように。コーラさん、クラゲありがとうございます。クラゲタワー、これでも生活に困らないですね。織姫も彦星もコーラさんのおかげで二人は幸せに暮らせそうです。食に困らず。ありがとうございます。ありがとうコーラさん。え、確かにこのさ、あの配信の後ろ今めっちゃクラゲじゃないよ、何回ね、流れ星出てますね。食用、そう、食用のクラゲ可愛いから、え、嬉しい、可愛くてよかった。ありがとうございます。8月12日23時頃にペルセウス流星群が見れるらしいです。8月11日に教えてください、また。ちょっと忘れちゃいます。前日にまた教えてください。確かにみんなして忘れてそう。え、そう、私は願い事をね書くんですよ。じゃ、決まったら書いていきます。まず1個目書きます。よし、1画目書けました。な、これは4個書いてから発表会したいと思います。え、なんかいっぱい思い浮かぶんやけど、なんかソロコンしたい、写真集出したい、なんかしたい、カンタラしたいみたいな。いっぱい思い浮かぶんやけど、4つやから、それをどういう風に書こうとか、なんか難しい今。
2個目かけます。なぜ4個なん？22歳で 2+2 で4だから。何この謎理論。だからみんな何歳ですか？59歳の人とかは14個かけますよ。そう。でも逆にもう一個年を取って60歳になると6個しかかけません。そう。だから59歳とか なんちゃら9歳の人はラッキーですね。そう。今日特に可愛いな、なんでやろう。七夕だからじゃないですか。七夕だからじゃないですかね。はい、じゃあ2個目。よし、2個目もかけました。あと2個。あー、2個しかない。なんで22歳なんやろ。なんで22歳なんやろ、あと2個です。でも普通1個ですよね、なんか世間一般的には。じゃけ嬉しい、4個も。あと何にしよっかな。みんな何かお祈りしましたか？書いた人おるんかな、短冊に。なんてしたんですか？3つ目書きます。地球が涼しくなりますように。素敵。これ以上推しが増えませんように。頑張り次第。
パッキングが終わりますように。え、本当に、あ、でも終わります終わります、本当にね、みんなの想像以上にね、あんまりベッてなってない。素敵、みんないいお祈りをしてますね。子供の頃どんなこと短冊書いたか覚えてる？覚えてないな、全然覚えてない。なんだろう、何回つったやろ。何書いてたんでしょうな。今3個書いたんやけどさ、あと1個、何しよっかな。うん、決めました。書きたいことちょっとこの一個に収めよう。詰め込み感ある。あ、ここで、あ、わあ、うーわーよし、でもとりあえず書けました。じゃあ、私の七夕のお願い事8つを発表したいと思います。回答順に発表したいと思います。まずはこちら、じゃじゃん。みんなが健康に毎日笑って過ごせますように。あのね、健康がね、一番大事ですからね。もう、本当に健康が大事。体の健康もだし、心の健康もね、大事なので、これは、大事なお祈りです。そして二つ目はこちら、8周年コンサート大成功、そしてソロでのお仕事も充実しますように。これはですね、8周年コンサートもうどえらい、もうでかーみたいなところが決定しているので、それに向けていっぱい盛り上げていきたいし、そう、グループをね盛り上げていきたいんですし、ソロでのお仕事、ソロコンとか写真集とかそういうのもできますように。あとね、ファンクラブもできたけこれ2個、これ1個、仕事の願い、これはお仕事の願いでした。ファンクラブもできたけ、ますますソロのお仕事も充実しますようにという2個目。
そして3つ目はじゃん、道端で犬や猫にたっくさん会えますようにです。私に癒しを道端じゃなくてもいいです、もうどこでもいい、あもうどこで出会えても最高なんですけど、そうよくすれ違うのは道端なのでそういっぱい会えますようにっていう願いを込めて、えそう触れ合えるお仕事したいです、本当にいっぱいしたい、ワンちゃん猫ちゃんと触れ合えるお仕事をどうか持ってきてください皆さんでも今お祈りしたっけ、そうあるかもこれから。そして最後のお祈りはこちら、美味しいものにたくさん出会えてたくさん海外に行けますように。そう本当は美味しい甘いものにたくさん出会えますようにって書こうと思ったんやけど、待って海外も書きたいと思って、そう急遽ここ詰め込みました。なんか大体2個かも1個のお祈りに2個入ってるっていう私のお祈りでした。叶いますように。なんか神社スタイルになっちゃった。あれですね、みんなが健康で笑えますようにが1個と、8周年コンサート大成功の2個目と、ソロのお仕事充実の3個と、道端でワンちゃん猫ちゃんに出会えますようにの4個と、美味しい食べ物に出会えますようにの5個と、海外行けますようにの6個ですね6個お願いしちゃいました。でも楓もね抑えた方なので叶えてくれるでしょう。これ誰が叶えてくれるんですかね、織姫様と彦星様が叶えてくれるんですかね。その力あります、あの二人にいやあの二人が叶えるわけじゃないですよね多分。あの二人もだって願ってる側やもんね、私たち側ですよね。だってあの二人は一年に一回出会いますようにって願って出会ってるけ、仲間ですよね、今は。え、あ、織姫様が叶えてくれたん。誰でもいいか誰か叶えてくれますようにあ、また神社神社スタイル、たりき本願ね、ダメだ、たりき本願じゃダメです、これを自分で叶えていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。皆さんの力が必要なお願いもたくさんあります。このみんなが健康で笑って過ごせますようには、みんながいないと叶えられない願いなので、これ皆さん一人一人自覚持って健康に気をつけて過ごしていってください。そしてこれもね、8周年コンサート大成功とソロでのお仕事たくさんできますようにも、皆さんがの応援の力がすごく必要なのでお願いします。そしてこれはもうみんなも祈っててくださいワンちゃん猫ちゃんと会えるように。で、あと私が美味しい食べ物をいっぱい食べれていっぱい旅行できますようにもみんなもよかったら祈っててください私もみんなが健康でねいっぱい笑ってますようにって
祈ってるので祈り合いっこそう、あ、牛、そう、これからも今年もよろしくお願いしますね、叶えたい。すごい、なんかこの歌めっちゃ七夕にぴったり。叶えさせてね、シャララララ歌う歌う、あ、ここやった。みんなでさ手をつないで、なんかさ、ネイルしてからさ、めっちゃテンション上がります。手見るだけで。ドラえもん、なんかめちゃくちゃナチュラルなネイルやけど、するとしないとでは全然違うなと思う。うん、ぷっくりしとる、ぷっくりしとるし、なんかチュルチュル、私はチュルチュルぷっくりにね、めっちゃしたかったんですよ。じゃけ、めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しい、チュルぷく。ちょうちゃん、ドラえもんの真似できるんでしたっけ。私はできないもの真似はないですよ。モノマネは気合で全部できますので。僕ドラえもん。よくよくこんなできたなって言わないでくださいな。古い方ね。嬉しい、そこまで汲み取ってくれて。僕ドラえもん、のび太くん、僕ドラえもん。あ、え、ねえ、みんなさ、思い出した。鹿の子の子の子腰たんたんをさ、モノマネでやるの、あれ2時間配信できるわって言ったの覚えてますか。見とった人ある。あの鹿の子の子のココシタンタンっていうのが、なんか例えばアニメの歌で、それをモノマネしながらやるっていうのがなんか TikTok に流れてきて、そう、ポッドラーも鹿の子の子のココシタンタン。うん、なんじゃら、おじゃる丸様、おじゃる丸様、鹿の子の子のかかしたったん。これあれです、電ボ。あ、でもこういうのじゃなくて、あのモノマネはこれ以上ね、恥をかかないためにも一回やめるんですけど、なんかモノマネじゃなくて、赤ちゃんの声とか、お姉さんの声とか、お兄さんの声とか、おじいちゃんの声とか、おばあちゃんの声とかでやっとる人もおって、じゃけそれちょっとやってみようと思います。まず
おばあちゃん、多分同性の方がねやりやすいと思うのね。ヒカの子の子のココイタンタンか、ちょっと待ってちょっと待って、難しい、あ、やめようやめます。え、一回イケボ、イケボだけ挑戦したいじゃあイケボ、ちょっと声口かけた、イケボ、じゃあ男性、あの成人男性の声、鹿の子の子のここしたんたんこれダメだな、これダメだな。え、どうですか、でも、え、じゃあ待って、え、うーん、やっぱアニメのキャラクターになりきる方ができるかも一番得意なモノマネしてみて、モノマネでしてみて。え、じゃあ、え、そう、もう何回もやってるんですけど、ラジオ OK。 いや、なんかさ、年々下手になってると思う。ラジオラジオラジオ、オッケー。鹿の子の子の子、こしたんたん。あと、おい、俺、しんのすけだぞ。え、これもさ、なんか、年々、なんか半年に一回ぐらいしか、やんないから、どんどん下手になって。本当に？似とる？似てるか。嬉しそう。おい、おら、しんのすけだぞ。鹿の子の子のココシタンタン。そもそも滑舌がひどい。滑舌ね、すごい悩みなんですよ。なんか舞台とかでも、大きい声で滑舌よく喋れんくて。じゃけ、今、なんか、お風呂とか一人でぼーっとしてるときに、レロラレロレロラレロレロラレロってずっと言っとる。あの、多分ラ行がすごい苦手で、あとなんか作業とか、でも何回やってもずっと上手になれん。でもこれやった後はちょっとやった後はちょっとあのパキパキ喋れます。滑舌悪いイメージないけどな。え、そう、私もそこまで滑舌自分悪いなって思ってなかったんやけど、なんか舞台とかになったらめっちゃ滑舌悪ーってなる。イントネーションとかについては言われない？うん、あんま言われんね。多分さ、配信だとなんかわからんけど、配信だとめっちゃさ、もう方言ジャーみたいな、何みたいな感じになるんやけど、私生活では多分敬語じゃけさ、うん、全然、多分広島の人って敬語になったらイントネーションそんなに変じゃないんじゃないかねって思うんじゃけど、なんか関西弁とかだったらさ、敬語でもイントネーションで全然違うイメージあるんじゃけど。そう、敬語で話してみて。わかりました。敬語だと本当に本当にあのイントネーションも普通だし、なんもって方言ですか？
何も方言じゃないよね。え、でもさ、東京の人とかはさ、何もないよさ。え、何もないって言わんの？何もないって言うん。何もないって言わんの？何もないは言う？え、何もないって言うん。何もない。おい。おい。どっちも使う？おい。皆さん、広島弁を学びたくなったらいつでもお話し会に来てください。私がワンツーマンで広島弁講座をしますので、そう、まとめ出ししてください。もったいないな、まとめ出しで広島弁講座するの。ちょうど今再販が、お、皆さん再販中ですので、ぜひ広島弁を学びたいという熱い気持ちがある方はお待ちしております。熱い気持ちがない方もお待ちしています。ここあとどっちが広島弁得意？なんかさ、 STU で広島弁といえばココアみたいなイメージがあると思うんじゃけど、でも結構私も、喋っとると思うよね。でも配信ですか、こんな大々的に広島弁出さんけ。なんか MC とかロケとかだと全然喋らんけ、あんまイメージないんかな。一期の広島メンバーの方言が特に強かったイメージ。確かにね。確かに二期の、確かに二期とか三期と比べると一期の広島弁、広島県民はね、あれだったかも。千穂ちゃんの広島弁でなんとなくイントネーション覚えた。ほんまに？確かに配信をめっちゃ見てくれとる人からしたら、もうさ、何？使いこなせそう、広島弁を。何回ねが一番印象ある。ほんまに？何回ねってさ、あんまり言っとる感覚ないけど多分めっちゃ言っとるよね。なんなら一番言っとる言葉かもしれんってぐらい、トータルしたら何回ねってめっちゃ言っとると思う。なんか忘れっぽいけ。そう、思い出す時に言う言葉じゃん、何回ねって。じゃけかも。でも私大義とか言わないですね。なんか広島弁といえば大義なイメージがあると思うんやけど、私大義は使わん。タウタワンもあんまり聞かないかも。いや、タウタワンは使うけど、配信中にタウタワンを言う機会があんまない。
さ。あ、でもまあ届かんっていうかも。うん。かゆい、ここが赤くなった。ね、大義、多分昔は使っとった記憶あるんやけど、最近はもう、使わんくなったかも。めんどくさいって言うね。大義じゃなくて。ちょっと東京に染まってるのかも。こんなに方言使いながら。こんなに長いこと東京おっても抜けんもんやね、方言抜けないですね、全然。うん、だってね22年生きとる系ね、1ヶ月ちょっとじゃ抜けないですよ。でも私今後もし今さ22年住んどって、でも東京にそれ以上30年ぐらい住んどったとしても方言抜けん気がするんやけど、抜けるんかな。私仲いい友達が東京住んどって、でもその子も5年とかになるんかな、東京住んで5年ぐらいなんやけど、会った時も全然広島弁なんですよ。私と話してるけん広島弁になるんかな、分からんけど、なんか広島弁って抜けなんだなって思うよね。抜けるか。福岡に6年住んで、まあまあ福岡に住まりました。博多弁喋るってこと？いい、私も博多弁喋れるようになりたい。 S じゃなくてなんかそう、喋れるの羨ましい。なんちゃらちゃんとか、そう、好きちゃんとか言うじゃないですか。あ、なんたらバイとか、可愛いですよね。でもなんか自分が言いたい欲はあんまないかも。やっぱり自分が博多弁喋りたいっていうよりかは、博多弁喋ってる可愛い子を見たい。そう、関西弁は、いや関西弁も好きやけど、でも私は博多弁が一番可愛いなーってなりますね。でも私の中で、そう、なんか2期生がさ、博多福岡出身のメンバー多いけど、あんま方言聞いたことなくて、だからほんまに全然聞いたことなくて、でも1期のあゆみとこうこちゃんがもうほんまにめっちゃ方言出とったよね。こうこちゃんは佐賀じゃけど、でも九州の方の感じ
かめっちゃ出とって、それでめっちゃ可愛いなって思ったよね。そう、あゆみとか普通に言葉の中で何々ちゃんって言っとったり、ココちゃんもねえねえバイみたいな言っとって、そう、可愛いなって思っとった。特に何々ちゃんが、そう、めちゃくちゃ可愛い。なんちゃらっちゃけどみたいな。ちゃって可愛くないですか？広島はさ、じゃみたいな。じゃやけど、なんか点々、あのさ、濁音？濁点？ついてないのが可愛い。ちゃっと、ね、何々言っちゃうけど可愛いよね。めっちゃ可愛くないですか？お腹空いたっちゃけどみたいな、これあったんかな。茶は山口弁もある。あ、そうなんや、近いもんね、なんか博多と山口。え、あのびっくりした、あのひなちゃんのと出会ってからナソっていう方言を知って、なんだこれはって思いました。なんか語尾にナソがつく、何々そうとかナソとかわ、ほんまに知らんかったっけ。めっちゃびっくりした。かわいいですよね。そう、真似して使った時になんかナソと何々ナソってつけるのと、ナがないバージョン、何々ソってつけることがあるらしくて、そう、それはナソじゃないソみたいな可愛く言われて、何この可愛い生物ってなってましたね。懐かしい。ね、ここ赤くなったかゆう。確かにそう考えたらチャートリは可愛い方言のところの人が多いですね。そこすぐ赤くなるね、赤くなる率が高い配信中。ウケる。お願いされた。明日焼け止め塗ってね。あ、でも今日塗りましたよ、ちゃんと。今日ちゃんと塗りました。明日も塗る予定です。でも顔しか塗っとらん。体がね、ベタベタするの嫌やけ。日傘でなんとか耐えて、顔だけ日焼け止め塗る。だってね、明日何度やったっけ、37度ぐらいだったっけ。とんでもないですよね。そう、ひとまず顔だけは死守、死んでも守る。でもこれいい、なんか紫で肌が白く見える系、この日焼け止めは良いです。こ
夏バテには気をつけてね。ねえみんなも気をつけて。ゲリラ豪雨が増えそう。え、やだやだやだそっか、まだ梅雨明けとらんもんね。でもさ、東京の天気予報見とったら雨マーク全然ない。でも急に降りそうよね。え、水曜日に雨が降る。え、水曜日って何日ですか？今日曜日、今日日曜日だよね。日、月、火、水、3日後？ 8？ ん？ 8？ ん？ 8？ ん？ 10？ え？雨なんや。10話、そう、矢吹奈子さんのレコメンラジオに出させていただきます。10日に。イエーイ。皆さんお便りいっぱい送ってください。私がツイート、あの引用リツイートしとるけ、何日か前に。そこから、そう、生放送。イエーイ。皆さんお便り送ってください。お願いします。そしてリアタイいっぱいしてほしいですって、ハッシュタグでねつけていっぱいツイートしてほしい。一緒に盛り上げてください。楽しみ、嬉しい、なこさんとお話できるの。嬉しいです。会うのいつぶり？会うのはでもガルアワの時にお写真撮ってもらって、でも48グループの時になんかその大きいイベントとかで会う、お会いすることはあったけど、そんな接点とかは全然なかったので、そう、あんまりちゃんとお話ししたことはないです。でも同じ事務所でマネージャーさんも、そう、私が仲良しなマネージャーさんが、なこさんのマネージャーさんをしていらっしゃって、そう、それでこの前写真撮らせてもらった。そう、同い年なんですよ、なこみくさん世代。不思議な感じ。結局パッキングはせずに終わりそうです。今日あっという間だったな。今日何時から配信してたっけ。結構長くしましたよね今日。10時16から。じゃあ1時間40分ぐらい。皆さん
重なお時間をありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。もう一回短冊見せて。うん、こちらとこちらとこちらとこちらです。これの詰め込み感が欲張っちゃいましたね。かなうかな、かなえよう、かなえましょう、かなえたい、みんなの願いもかなえますように。少しずつさ生きていくはず、その努力決して裏切らない。北海道は8月に七夕なの？本当に？嘘？めっちゃ痛かった。本当？そうなの？そうなの？なんで？仙台も東北も？なんで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 ？初めて知った。知らんかった。びっくり。そうなんや。じゃあ8月、8月7日ってこと ?8 月 8? とか語呂よく8日になったりする？何日なの？ 7?8? 8月 7? じゃあちょうど1ヶ月後やん。じゃあ織姫様と彦星様はさ、年に2回会っとるね。夏休み期間にちゃっかり2回会っとるやん。1回だけかと思いきや。あ、そうなんや。よかったね。2回会えてよかったね。もっと全然、もっと月1ぐらいで会ってほしいですけどね。あ、そうなんじゃ。初めて知った。いいな。これめっちゃ豆知識じゃないですか？これ言いたい。豆知識。なんかさ、舞ちゃんとさ、二人で配信してるときに、たまに豆知識とか言うときがあるんですけど、そのときに言おう。じゃあみんな舞ちゃんには内緒にしてください。ということで、じゃあランキング読みます。20位ダンシンモンキーさん、19位ラーラーさん、18位ミックさん。あ、ん？変わった今。ん？変わってない？もう一回読みます。20位ダンシンモンキーさん、19位ラーラーさん、18位ガンスくんさん、17位ブルーさん、16位ミックさん、15位おじゃまるさん、14位フレッシュメロンさん、13位ナオさんさん、12位玉三郎さん、11位ユリアピースさん、10位阿部寛さん、9位ブンゴさん、8位テリーピーさん、7位東京のスワンさん、ラッキーセブン。6位宮川和幸さん、5位陽一さん、4位コーラさん、3位釣りけんさん。スイスイ。2位ラルドさん。ツーツー。そしてそして
第1位はピラララララピュン、西尾さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエーイイエーイ、ありがとうね、パワーくださった皆さんもいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとう。皆さんありがとうございますね。じゃあまた会いましょうこれからのんびりお風呂入ってパッキングして寝ます。明日があまり暑くありませんように25度ぐらいになりますように、うん、みんなも一緒にお祝いしてください。お祝いやないわ、お祈り。じゃあバイバイ。あ、スクショタイムしよう。はい、え、札幌は明日23度。避難したい。避難したいです、それは。札幌へ。バイバイ。おやすみなさい。